おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ポッポー先日ですね、コラボの話をしてポッポー団というのができたじゃないですか。今回はちょっとあれの続編になるんですけど、実はあの縛り?縛ってない?何も縛ってないわ自分がクリアに導く、まあ、コラボをしまして、裏エンディングまでね、そう、新ダークドリアムを倒すところまでね、完結いたしました。いやー、よかった。失踪する実況者が多い中ね、よく完走したなって思いますよ。はい。で、今回はね、その、お恵み、ね、祝いの動画となっております。決して癒着じゃないよ。でですね、ポッポーということで、キラーマシンとね、で、自分の相棒、キースドラゴンの動画撮ったんですけど、実際合体、最終回のサムネ、ちょっと僕作ったんですよ。こちらご覧ください。キースドラゴンとキラーマシンの片鱗がね、どこにもないんですよ。こちらです。人食いサーベルと死神の騎士これでほとんどの大魔王を下しました。なんとちょっと驚きですよねいや、そういうことができるのがモンバトのいいとこだなって思いつつ、ちょっと驚きだったんですけど、ほとんどの大魔王、エルギオスでさえも、新エルギオスでさえも、もう人食いサーベル止めちゃって、もうもう人食いサーベルが強いのなんの、それライアンはいるだろうなんだろうでね、もうね、ライアンじゃねえ、死神騎士だもう今回の言葉でね、今回のね、動画でね、死神騎士ことライアンって僕言いますよ、多分。もうね、強いのなんのって。というわけでね、この新ポッポーチーム。今回はね、そうだな、10連勝企画でもやるか。うん、やってみよう。よし、行ってみよう。さあ、やってまいりました。ショートパンツのところに。このショートパンツなんですけど、10連勝するっていうのがありまして、これは生放送でやってないね。コラボ相手の。まあ、コラボ相手ね、もう言っていいでしょう。時風いのちゃん。はい、お世話になりましたよ。もう2ヶ月間ね、定例で配信して、まあ、裏エンディングまで進めた相手です。はい、ぜひね、概要欄に貼ってあるんでね、見に行ってあげてください。ね。じゃあ、始めましょうか。10連勝目指して、頑張りましょう!頑張りましょう!チーム構成は、新ダークドリアムを下したね、装備でいきたいと思います。はやぶさ3つ目、聖女の盾、武道着を着てね。もう完全武道家スタイル。レッツゴー!バトルマスター、4連撃。人食いサベとライオンさあ、お互い技が変わってね、バトルマスターをね、なんかね、使いやすいみたいですね。参りましょう。まあ、やることは単純ですよ。初心者にもわかりやすいです。打撃の殴り合いに強い打撃使いが3人揃ってるだけなんで単純に力押しするというのが手段でございます。行きましょう。手段はね、もう全部 A なんで力押しします。基本的にはまあ一応耐久もできるんじゃないかな。2800も体力あって、まあ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 打撃には強い。まあちょっと怖いのは痛恨だけど痛いなもうはいえーフラグ回収はいえーこっちも行くぞ。せーの、ぐる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 、ワンツースイッチ、アロマ。この仲間を呼ぶがね、回心もそこそこ出てね、相手を止める効果もあるんで、かなりね、有用なんですけど。ノーコーン、オッケー。4連撃打っていけ。単純に手数が多いのは強い。4連撃、オッケー。大丈夫、360段で出てる。十分だ。そんだけでは十分だ。まあ、旋空剣はね、ちょっと痛いかな。ああ、まあ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 。人食いちゃんが避けてくれた。人食いサーベルが避けるので、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。それはやめようよ。やめてってんだよ。おぉちょっと、運がひどいぞ、これ。うん、一時の風が吹く。ひらめいた。トサカを投げればいいんだと。いけこれは当たりがひどいぞ。ちょっと撃とうか。とどめ、とどめ撃たれそう。早くもとどめが撃たれそうだ。この様子だと。つばで撃止めます。
よし、オッケー、これでね、勇気巻きはなくなった。一番怖い勇気巻きはなくなったな。オッケー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 。ただ問題はちょっと削り切られちゃうんじゃねえかな、これ。ちょっとやばいぞ。痛恨出すぎて削りられる可能性がある。やばいなぁ。一戦目から負けはない、頼むぜ。なしなしなし、そんな。貯めるはオッケー。貯めるはオッケー。貯めるはオッケー。さあ、このターンに人食いちゃんがどれだけ稼げるか。止めてもらって、ええんやで。行くぞ。いざ、ダメだ。貯めるから、貯める。よし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 。一旦もらえた。一旦もらえた。でかい。でも次のターンでワンチャンさ、1180やったら持ってかれる可能性もあんのか。いや、さすがにないと信じたいけどな。最後のギルさ、ひらめいて、いけ、ぐる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 。こっちもご両親に行きたいけど、様子見るか。勇気負けはないしね。勇気負けはないんだから、様子見ていいと思う。勝ち上げで来たか。これちょっと痛恨食らうとまずいぞ。あー、オッケー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 。貯めてから276しか食らってないなら大丈夫だ。よし、行こう。はやぶさの爪の猛攻、よいしょ。なー。会心も期待したいところだな。まあ、でも、このまま耐えることができればリーサルできる。オッケー。耐えることができればリーサルできるんだけど。ちょっと待って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 。それま、なし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 な俺なんか悪いことしたねえ。え？お？おっと、相手の攻撃、え？貯めるから先空拳、避けろ！トムの勝ちです。わかった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 。あれだ。ゆうちゃんがやってないことをやろうと思ったんですよ。ゲームセンターではあんな敗北しましたけど。じゃあ、ちょっとゆうちゃんが知らない世界ちょっと行こうかなと思います。とりあえず、クソダラゴンお前は処理するぞ。いや、まさか、ちょっと待って、本当にさ、信じられないんだけど。あれ、ゲームセンターさ、意気揚々と乗り込んでさ、戦士レベル15出てきてさ、痛恨ポコスカ食らって、ティーロリロリロリロってさ、ちょっと待ってよって思ったんだけどな。いや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 、もっといけると思ったよ。このままじゃ動画の尺持たんって、尺が持たねえわ。なんで、まあ、他のね、ちょっと魔王戦を絡めてね、やろうと思います。やってない魔王が一人だけいるんですよね。ただ、それは理論上不可能なんで、ちょっとね、こいつらでね、どこまで通用するかを見てみたいのもあるからね。行こう。最後ギルだ。いいね。ちゃんと当ててくれれば大丈夫だよ。で、仲間を呼ぶでね、うん、ゆうちゃんがやってた時ね、もういろんなもん止めてたからね、本当に。ルギムスは止めてたからな。僕がやるとね、多分ね、天の弱だから多分止まんねえんだけど。まあ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 。409、硬いね、さすが。さすがの硬さを誇ってくれますよ。オッケー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 、いいよ。さすがの硬さだね。打撃に関しては大丈夫だね。はい、いけ！猛攻！オッケー！もう一丁！いやー、これもね、敵で使われた時にね、ゆうちゃん泣いてたよ。強いと。2回攻撃武器強えなーって。言ってたからな。まあ、相手使うどうか。次のターンつばぜりしたいな。でね、つばぜりで勝つことが前提だね。まあ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 、つばぜりはメンタルってね、何回も教えたからね。ゆうちゃんがつばぜりをするときに自分は何て言ってたかっていうと、横でメンタルだメンタルだとほざいていました。どんなゲージやろうと。てかゲージがひどくてもメンタル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 ってずっと言い続けてたんですよ。それはね、もうね、もう覚えてるわ。メンタルしかこいつ言わねえじゃねえかと。
だからね、そのメンタルの主である僕が負けるわけにはいかないんですよ。どんなゲージであろうと勝ってみせます。それはメンタルの話です。いきます。気持ちね、問題だよな。おーい、ウォーターフォール。普通に連打すれば勝てるラインですよ、これ。普通に連打すれば勝てますよ。メンタルのね、もうメンタル的に勝ってますからね、これは。よっしゃ、オッケー、オッケー。これだったら、もう普通にとどめ勝ちでいいね。いけ、サミナリゲー、もう外したの僕じゃん。まあ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 、次のターンに光の玉使えば溜まるかな。なんで、光の玉使ってとどめ刺しに行きましょう。OK、いいよ。しっかりやっててもらえば大丈夫だよ。光の玉使います。光の玉使って、もうとどめ打って終わりですよ。で、本命行きましょう。ここはね、前座中の前座なんですよ、正直。僕がやりたい大魔王とは全く違うんですよね。バルボロス確かにやってないけど。確かにやってはねえな。ああ。4連撃 ?OK! さあ、この4連撃をね、スペシャルカード陣引けるかどうかも変わってくる。天魔客になっちゃう可能性があるからな。OKOK、いいよー。いや、まさかこのライアンがね、最後まで行くと思わなかったからな、俺も。絶対他に変わったキラーマシン2とかになると思ってた。まあ、キラーマシン2はね、暗黒にちょっと弱い面があるから、大魔王戦では不向きだったんだけどね。そう考えたらね、この3体の、この2体のチョイスはね、あながち間違ってもないという、ことにはなるね。ジゴスパーク、オッケー、勝ちました。まあ、耐久力がね、ちょっとだけ足んないかなっていうぐらいだね。まあ、暗黒に弱いやつじゃなければ大丈夫ですよ。ゴールデンゴーレムとかね。さあ、イノちゃんが大好きな、このとどめで終わりましょう。覇王山。練習したんだろうな、これ入れんの。一発でできるもんじゃねえぞ、こんなもん。さあ、入れるために練習をした、覇王山が突き刺さる。勝ち。よーし。まあまあまあ、ここは全座中の全座。さあ、行きましょう。相手はもう賢い方ならお分かりですよね。そう、 DLC の、あの大魔王です。さあ、唯一ね、まあこれはできないんですよね、DLC がないと。なんで DLC の世界線。そう、冥府の帝王が残っています。だから、すべての大魔王を確かにこのパーティーでは倒したけど、唯一倒せてないのは、こいつなんですよ。だから僕が代わりにこれはね、倒しちゃいましょう。バシッとやっつけちゃいましょう。とはいえね、ガーディスって、下手な赤目より強いんですよね。攻撃に麻痺とか呪いとかが含まれてたり、普通に技威力が高かったりするから、それをね、どういなすか。人食いサーベルが避けるとかね、そういうあたりが欲しい。ちょ。大事だっつってんのに。もう硬いんだよ、ガーディス、結構。オーケー、取り返したねー。よーし、よくやった。よくやった。十分だ。さあ、仲間呼んで。できればね、止めるシーンもね、取りたいね。取れ高ないよ、今のところ。今のところ君たち、取れ高がねえんだ、取れ高が。今のところ俺らはね、一回戦で負けたぐらいしか、取れ高がねえんだわ。行くぞー、いいとこ見せてくれよ、お前らも。一旦目怖いよ。嘆きかー。呪いになるやつだなー。猛者の嘆き。呪いがある。ちょっと嫌だ、それ。あ、いいよけ。いいよけ、いいよけ。オッケー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 。止まってないなら大丈夫だ。かなりいいね、このラインは。オッケーオッケー、いいよ。よし。とどめボーダーに、どう持っていくか。まあ、どう持っていくかって言うと、もうこいつら打撃しかできないんで。こいつら属性攻撃も呪文もね、なんもないのよ。だから、素直に、うわー、いてつか波動してほしかったなやばいって、ドルモアは。ドルモアはやばい。マジでやばい。こいつのドルモアは特別性だからやばいって。痛い、うわー、3ターン目止めるわ、とりあえず。3ターン目止めよっか。
いやー、ちょっと2体の打点がちょっと低いね。平均並みなんだけどな、まあ一応。ガーディスが硬いと言うべきなのか、人食いちゃんたちが火力ないと言うべきなのか。いや、火力あるんだよ。主人公に依存してるのは当たり前なんだけどさ。これ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 だ！ちょっと待てって待ってくれとりあえずメンタル的にこれ不利だぞ。心理的不利だな。勝つか。勝って流れ変えよう。OK です！OK です。勝って流れを変える。まずはこの運命、この負の連鎖を断ち切っていく。よし、負の連鎖を断ち切ろう。ここで負の連鎖を断ち切っていこう。さみだれ切りして5ターン目までうまいこと耐えれればいける。5ターン目まで耐えよう。まあ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 、まあ、しっかり当ててくれれば大丈夫だよ。トマホーク、よいしょ、 OK、 よっ。このターン耐えて、うまいことをこのターンいなして、で次のターン耐えればって感じかな。うわー、メフロ君、まあでも1300あるんだったら耐えると思うよ、さすがに。うん、うったー、いってー、ライアンでも1000食らうのかよ。OK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 、 次のターン天使の歌で安定だと思う。5ターン目こいついて、いてくハードないから、あの例のあれがないから。うん、しっかり当ててもらえば大丈夫だよ。しっかり当てて。いけるいけるいける。これは勝てる。ガーディスが完全にフル当たりになっちまったのはね、運が悪いけどね。オッケー、ナイス、素晴らしい。これ勇気貯めてもいいな。これ SP なしでもいけるな。ナイスナイス、素晴らしい。よし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 。SP も残ってるよ。SP も残ってるね。SP も残ってる。これ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 。大丈夫、大ピンチだけど、大丈夫、大丈夫、大丈夫、いける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 。ガーディス2回攻撃はない。マリベル！大丈夫だ。お前ら分かってんじゃねえか。見せ場っつもうな。大丈夫、5ターン目に2カードない。ない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 、ないはず、ないはず。あったら、それは俺の情報不足だわ。天魔客、1、2、3、せーの。はい！とどめボーダー乗せて、これで勝とうや。これで全ての大魔王討伐ってことよ。忘れかけていたね、DLC 魔王。これで討伐完了ってわけよ。ナイス！いいねー。よし！もし勝った。亡者の嘆きだ。まあ、これなら大丈夫だね。一旦目のこれもでかかったな。いい感じに避けたのも。で、天使の歌声で復活して、勝ちだ！よっしゃ！よし、流れ変えたね。やっぱ、つばぜり合いで流れ変わったな、完全に。よし、嬉しい。なあ、ダメ押しやダメ押しをするな。最後の最後に見どころ作りやがって、おめえら。だから、いい子ちゃんなんだよ。さあ、これで全ての大魔王を討伐したと言えるでしょう。いや、ガーデス一本勝負でよかったな。正直、つばぜりの調子も良かった。やっぱメンタルが違えば。うん。やっぱりね、いろちゃんにもアドバイスしたんですけど、このゲームはね、メンタルでどうにかなるんですよし、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 よし。ガーディス討伐おめでとう。これでね、後腐れないね。一つだけ胸を言うとすればね、あの一戦目マジで絶対許さねえからな。橋本環奈。